小さな町の片隅に隠された秘密が眠る場所がある。いらっしゃい。彼女の名は白川ひな。17歳の女子高生。彼女は普通の少女ではない。彼女には特別な能力がある。人は嘘をつくとき香りが変わる。街を揺るがす謎の連続事件、すべての手がかりは香りに隠されている。真実は記憶の香りの先にある。しかし彼女が追う真実は彼女自身の過去も揺るがすものだった。お父さん、どうして？見えない絆が見えるから、心の中に灯る光。どんな時も感じてる君と僕をつなぐ強い絆。すべての謎が解けるとき、彼女は何を選ぶのか。香りが導く真実の物語があなたを待っている。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。